は、えなです。今日はスペイン料理の一つ、パエリアを作ります。サフランを使わずにトマト缶で作るすごく簡単なパエリアです。どうぞ。パエリアのポイントはクミンシードパウダーを使ったところです。クミンシードパウダーがなくても美味しいんですけど、少し入れると味が引き締まって美味しくなります。あまり入れすぎるとカレーっぽい味になってしまうので、だいたい小さじ4分の1もいかないぐらい入れてください。で、今日はキノコのパエリアにしたんですけど、野菜だけのパエリアってちょっと物足りなさそうな感じがするんですけど、もうマッシュルームの歯ごたえで結構満足感いく、パエリアになってると思います。夏野菜が出てきたりとか、春野菜でもいろいろ種類が豊富になってくると、いろんな野菜でパエリア楽しめると思うので、いろいろアレンジしてみてください。ではまた来週。